アントニオ・メウッチはイタリア人の発明家。彼の代表的な発明品は電話である。フィレンツェのサン・フリーディアの地区で生まれ、フィレンツェ美術院で税関の職員とペルゴラ劇場の舞台技師をしながら学んだ。この時、未来の妻であるエステール・モーキと知り合う。1831年の革命の動きに巻き込まれた。彼は政治的信念によりトスカーナ対抗国を後にし、 キューバに移住した。1835年には、ハバナのタコン劇場に勤め、1850年にアメリカ合衆国へ到着した。ニューヨークに到着したメウッチは、ロウソクの工場を設立。1854年頃に、最初の電話の試作品が完成。彼の事務所と寝室にいる重病の妻との会話を目的としたものだった。電話の発明のきっかけは、 彼が劇場で働いている時に作った監督室から作業者に指示を与えることができるよう他の舞台の部分からの音を伝える電生管のように振る舞う装置からである時の経過とともにろうそくの会社は倒産しめうっちは資金難にあうがその間にも彼の発明は発展した友人の援助に依存する生活のため彼はテリタラフォーノの特許を取るのに十分な資金がなく 1871年に一時的な特許を得て毎年10ドルを払い更新した。最後に更新できたのは1873年でニューヨークの電信会社に発明を提示してみたが電話の潜在能力に気づかなかった。1876年にアレクサンダー・グラハム・ベルが彼の電話に対する特許を取得。メウッチはこれに提訴したが当時の彼は破産して 食べ物を買うのも困難な状況だった。メウッチは機械式電話を発明したとし、ベルは電気式の特許を取ったという裁判官による判断に基づき、1887年にベルの勝利という形で訴訟は決着した。電気式音声伝達装置以外に、メウッチは科学的機械的方法を用いた装置を多数発明し特許を取った。 資金不足のため、彼の電話は通常の特許を取れなかったが、仮の特許料、年10ドルの更新料を払い続けた。特許を決定的にするためにはさらに200ドルを必要としたため、メウッチは友人の募金に頼ったが、20ドル以上集められなかった。1世紀以上の間、イタリア以外では電話はベルによって発明されたことになっていた。 2002年6月11日アメリカ合衆国議会の決議案269でアントニオ・メウッチが電話の最初の発明者として公式に認められた。ありがとうございます。